フェースアンテナの構成パッシブフェーズドアレイアンテナはフェーズドアレイアンテナの一種パッシブ電子操作アレイとほぼ同義であるフェーズドアレイアンテナは複数のアンテナ素子を配列しその位相を制御することで電波ビームの電子操作を可能とするこのうちアンテナ素子の部分に位相器のみを内蔵する方式をパッシブ方式と称している発信回路や 増幅回路のようなアクティブな回路を含まないことから、この名前がある。レーダーの場合、送信機から送り出された、高出力マイクロ波は、送受切り回帰を通った後、給電分配機によって、それぞれのパッシブアンテナモジュールに分配される。アンテナ素子から送信された後、反射波として戻ってきたマイクロ波は、アンテナ素子で受信され、移送機で所要の変異を受ける。その後、 操縦切り替え機によって受信機へと導かれる。特にレーダーの場合、機構上、大出力の送信マイクロ波が移送機の中を直接に電波することから、耐電力性が求められるため、フェライト移送機が一般的に用いられる。同波間型ラッチングフェライト型移送機は、送信と受信で別々に使用する非可逆型で、ピンダイオード移送機と比して大きく重い一方、 戦闘出力2 0ット程度まで対応できた。パッシブ方式では、送信機や受信機の間に挿入されている給電分配器や移送機の損失の影響が、送信出力や受信信号の減少に直結するという宿命的な不具合が内在している。また送信機と受信機が各アンテナに一組ずつしか備えられず、この送信機によるレーダー出力を 同波間によって、それぞれのアンテナ素子に分配するという機構上、送信機はかなりの大出力となっており、この送信機に故障が生じると、レーダーとしての機能の喪失に直結するという問題もあった。ありがとうございます。